やっほー、こんばんは。ちょっと待ってね、ちょっと待って。よいしょ、こんばんは、こんばんは。じゃあこの枠はですね、1時間だね。だから9時までやります。てか今日は1時間なんだよね、全部1時間にしました。こう二つ結びしてもいいんだけどさ、あの短いからすごい広がってきちゃうのがすごい嫌だ。こんばんは。この枠はですね、オムライスパーティーをします。ちょっとオムライスパーティーオムライスパーティーってなんか面白いね。オムライスパーティー、ちょっと待っててください。でーん、こんばんは。まだ文字がない、まだ文字がない。でちょっとお茶入れたい。今お茶を入れています。こんばんは。なんかさっきすごい作ったからさ、めっちゃ暑いんだよね。よし、こんばんは。じゃあ今からこちらのケチャップで、こちらのケチャップでオムライスにケチャップをかけたいと、オムライスにケチャップをかけたいと思います。うわ、すごい、めっちゃクマ来た。ありがとう。あ、そうだ、ありがとう。先ほどですね、タワー分のギフトをいただいてたみたいなんで、後でちょっとお礼をさせていただきます。ちょっと待ってね、メモ、ちょっと待って。えいひろさんとナセンシズさん、
もしね、私がもし見逃していたことが見逃してしまってたら、もしよければ教えていただけると嬉しいです。そのタワーとか来たら、私も見逃さないように気をつけるんでお願い。ちょっとやっぱ画面はあんま見ないかったりしてたら、見ないその作業みたいな感じだった気づかないこともあるかもしれないから。こんばんは。ではこちらにでもね、さっきよりも馴染んでる、めちゃめちゃさっきはね、やっぱりできたばっかりの時はなんだろう、もうちょっと今結構キュンってなってるだけど、馴染んで、そう、熟成されてる、熟成オムライスになってる。熟成オムライス書きます。じゃあ皆さんに愛のメッセージを書こうかな。どっちのお店で書こう。今から愛のメッセージを書くよ。意外と結構これ出やすい。待って、私が書きたかった、あ、いけるかな、ちょっと待って、入るか問題、文字が上、いい感じ、いい感じ。オッケー、ちょっと待ってね。
めっちゃ真剣になっちゃう。よし、かけた。でーん、じゃーん、見えますか？やば、ちょっとこれなんて書いてるかわかります？いい感じにハートをかけました。みんなに愛を届け。これさ、あれしたいな、スクショしたいよね。ちょっとハートが、あ、いいハートが、結構うまくない？もうちょっと左にずれてたらよかったけど。キュン。どう？私さ、画面反転してるからちゃんとうまくさ描けてるかがわかんないんだよね。めっちゃ可愛い。ありがとう。めっちゃ可愛い。あ、本当だ。山猫坊主さん、ありがとうございます。ちょっと描いとこうね、忘れないように。大好きだよ。ちょっと写真撮ろう。ちょっとタブレットで撮るからさ、あんまり画質が良くないかもしれないんですけど。でかっでかっ、タブレットで撮ったらこんな拡大されるの。画質があんまり、私さ、自分のスマホで配信してるからさ、いや、ちょっと待って、むずいな。あ、今めっちゃ画質いい。
オッケー。オッケー。なんだろう、ちょっとアプリの方でも写真撮っといていいですか。なんか画質が、アプリの方が画質悪いのかな。なんかアプリの方がおいしそうに見える。あ、結構画質綺麗だよ。こんばんは。じゃあ皆さん乾杯しよう。じゃあ皆さん飲み物を、2人からタワー来てる？あ、さっきの方かな。皆さん飲み物を片手に、せーの、乾杯。ドゥーン。乾杯。KP なんか暑いんだよね。乾杯。ではせっかく書いたんだけどね、これ、せっかく書いちゃったんだけど、なんかちょっとあれだよね、あの崩すのがもったいないよね。ではメンバーに自慢できるレベル、本当？いや、あのね、卵が結構分厚い感じなの。だからさ、待って、エビ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 、うん、じゃあ食べまーす。バターの香りが、とっても、あの、いいです。これは幸せバター味。幸せバター味だよ皆さん。いや、
これはエビがめっちゃいい。エビがめちゃめちゃいい仕事をしている。あの、なんだろう、エビがあることによって、あの普通のオムライスじゃない味がする。普通のオムライスではない、なんかちょっと高級なオムライスの味がします。皆さんにも食べさせてあげたい。ぐらい。え、バター入れたらめっちゃ美味しくなるね。すごい。皆さんにも食べさせてあげよう。ちょっと海老があるところ、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいいとこ。あー、おいちい、おいちい、おいちい。どうですか？エビはね、皆さんにおすすめします。オムライスにエビを入れる。ちょっとイカのところを食べてみるね。イカも美味しい。うん、皆さん、シーフードとオムライスの相性はとってもいいです。あの、あ、そうだ、あのマヨネーズ入れたのは、どうなんだろう、なんかちょっとでも違うような気もするし、どうなんだろう、なんか全体的にいつものオムライスではないからさ、それもマヨネーズのおかげな可能性もあるね。おいしい。
じ足だって。え、バレた？なんでバレた？あ、見えてた、もしかして。あのジャージっていうか普通にあのズボン履いてる。バレないようにしようと思ってたのにバレちゃったバレちゃったなんかあのさすがにあの配信だからあのちょっとまあ見えないだろうけど一応のためにこんばんは。あの見えないだろうか、まあ、一応念のためってことで今からお仕事行ってきます。元気をくれてありがとう。てくれて安全策だからあのいやでもねあの違うでもあのこれワンピースなんで、そうワンピースだからあのそうワンピースだからあのいいのちょっと意味わかんないちょっと意味わかんなかったけど。エビが出てきた。もっとエビ入れたらよかったな。多分3つか4つぐらいしか入ってない。ああこれは皆さんにも食べてもらいたい。なんか今ピーマンの味がした。ピーマン入れてないのに。ピーマン入れてないのにさ、ピーマンの味がしたんだけど。どうしてだろう。人参？人参がピーマンの味したのかな。あ、そうだ、私ね、ちょっと待って、ちょっとやってみたかったことがあるんですよ。でんパセリでパセリ、あのなんかこれすごい昔にあのパセリこれ買ってて、だけどあの使う機会が全然なくって、一回もこれ使ってなかったんですよ。だからせっかくの機会なのでちょっとめっちゃパセリをかけてみたいと思います。あのパセリの味があのあんま分かんないんだよね。あの食べ物とかにさちょっと
乗ってたりするけど、それ結構なんだろう、香り漬けというか、あんまりそのパセリを感じたことはあんまりなかったなって思って。すごい、あ、なんか畳みたいな匂いがする。じゃあちょっとめっちゃかけてみたいと思います。パセリのところ、見せようと思ったらひっくり返っちゃった。ちょっとめっちゃパセリめっちゃ入ったオムライス。うん？うん？なんか。香りが足されて、とてもお上品な味に変わりました。なんかさっきまでのオムライスはちょっと子供風だったんだけど、パセリをふんだんにかけることによって、あの大人のちょっとお上品なオムライスに大変身しました。それは素晴らしい食材ですね。ありがとうパセリ、ありがとう。ありがとう。でもよかった本当に。私さ、本当にこれずっと使いたかったんだよね。今日使えた、やった。一番応援してるので星投げしに来ました。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。やったね。めっちゃクマ来てる。3つ？てか30個。ありがとう、30個、そんなたくさん。待って、ということはたくさんありがとう、嬉しい。ちょっと
皆様ありがとうございます。ありがとう。お飲み物はこちらルイボスティーとなっております。ルイボスティー、ルイボスティーです。ちょっと卵だけ食べてみようね。わかる？これなんかすごいさ、オムレツみたいな感じなの、この卵。グー、あれぐらいのバターの量がちょうど良かったんだと思う。私が今日入れた、めっちゃちょうどいい。新発見。新発見しました。ありがたわ。ありがたわ。ちょっと真由美、皆さんありがとう本当に。私もさ、皆さんに、皆さんとね、楽しく配信できるように、一応全部何かしら、今回は何かしらやろうと思ってるので、毎回なので、皆さんももうなんか楽しく見てもらえたら嬉しいなって思います。そうなの。ちょっとさ、前髪が気になってたんだよ、さっきから。なんかちょっとご飯をね食べながらとか、もう普通に寝ながらとかでも全然皆さんが楽しんでもらえるような配信をしたいなーって思いますので、皆さんも見てくれたら嬉しいです、嬉しいです。お誕生日おめでとうっていうコメントがさ、めっちゃ来る。ありがとう。3日後にまたお誕生日おめでとうって言ってもらえたら嬉しいです。イカがめっちゃ美味しいんだけど、イカめっちゃ美味しい。なんかホタテみたいな味する。イ
茶の美味しさに気づいた。この名前はイカのホタテ味だ。イカのホタテ味、これ。ごちそうさまでした。ちょっと残りは冷蔵庫に入れます。ちょっと先にタワーのね、お礼をします。8月21日だよね、今日は。えいひろさん、パワーありがとう。パワー、ピースピース、ピースピース、ありがとう。で、クマタワー4もいただきました。ありがとう。4、ちょっとこれは泣いている、ちょっとキャラクター描いたのに、ちょっとなんかおかしくなっちゃったんだけど、ありがとうね。ちょっと記念に、じゃあパセリも。記念写真、パセリいる？ありがとう。
続いて続いて あれだったよね、あれだったよね、めっちゃ可愛いのやつだったよね、ギフト。ありがとう、めっちゃ可愛いの、ありがとう。グッド、鈴木のグッド、ありがとうございます。よいしょ、ありがとうね、本当に嬉しい、嬉しいよ、私はとっても嬉しいよ。こんばんは、ちょっとオムライスちゃんの方を冷蔵庫に入れてきたいと思いますので少々お待ちください。バイバイ。よし、皆さんに愛のオムライスを捧げることができて私はとても幸せです。めっちゃいい感じに撮れた、大成功、イエーイ。いやでも本当に今まで作ったオムライスの中で一番美味しかった、本当に今までにやったことないそのシーフード、そして
バターね、バターとシーフードと、あとあもしかしたらマヨネーズの あの効果が出てすごく上出来だったと思います。この配信1日目にしてとても素晴らしい配信になりました。やったー、よかったー。お店開く、うん、そうだね、お店開く、もうちょっと修行を積んで、ちょっと今日はオムレツトントンのやつができなかったんで、そうだから、まあそれができるようになって、それを上に乗せられたならばめちゃめちゃもうお店出せるレベルなんではないかなっていう風に思いましたね。あれちょっと難しかったな。なんかやっぱ専用のさ、ちゃんとしたフライパンとかでやらないと難しいのかな。トン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 っていう、でちょっと先がこう尖ったこう綺麗なこういうね、形を、オムライスの卵の形を作るのはちゃんとした多分フライパンでこうやらないと難しいのかなって思った。牛乳入れてない、牛乳入れないといけないのかな。店出たら毎日通うわ。だって本当？じゃあ毎日本当に通う。じゃあもし私がハワイに出店したらどうする？毎日通いますか？私がもしオムライス屋さんをハワイに出店することになったら、それでもあなたは毎日私のオムライス屋さんに通う？うん。ハワイに住む？本当に言ってる？本当に言ってる？ハワイに住む？移住する？うそ！え？自分の人生、どうするの？あ、沖縄？でもハワイでもこう来てくれるってことは、沖縄だったら絶対来るか。まあ冗談だと思いますけど。でもなんかちょっとさ、楽しそうだよね、ハワイに住むって。楽しそうじゃない？憧れ、ハワイのなんかちょっと綺麗なさ感じの、もう海もめっちゃ近くて、毎日こう晴れて、見渡す窓開けたら海がキラキラ光っててみたいな、じゃそういうイメージしちゃう。ね、楽しそう。いや私もしかしたら将来本当にハワイに出店するかもしれないんで、もしそうなった場合はね、皆さんぜひご来店お待ちしております。うん、ハワイってでもあれだよね、すごくさ、日本とかにも出店してるお店があったりするじゃん。パンケーキ屋さんとかね。だからいつかは私もハワイで成功させて、日本にも店を開く。
ていう、あのそう、そういうプランもあのそうあるあるかもしれない、もしかしたら。そう、本店がそう本店がハワイ、その時はね、本当にちょっと皆さんよろしくお願いしますね。じゃあランキングを読もうかな。13位、よしひろさん、ありがとうございます。12位、まさやんさん、ありがとうございます。11位、たなべっちさん、ありがとうございます。10位、やすべえさん、ありがとうございます。9位、ひろっちさん、ありがとうございます。8位、りかさん、ありがとうございます。7位、お金持ち先生、ありがとうございます。6位、ファンの耳さん、ありがとうございます。5位、まきまきさん、ありがとうございます。4位、はなちゃん、ありがとうございます。3位、えいひろさん、ありがとうございます。2位、やまねこ坊主さん、ありがとうございます。1位は七千シズ無言さんでした。ありがとう。あの結構ね、今9位ですごいね、めちゃめちゃけあなかなか厳しい戦いにはなると思いますが、皆さん楽しくいきましょう。じゃあ次は22時からの配信です。あの次、そう、おやすみあやかちゃんっていうのは、あのそう、まあ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 、あのまあわかります、あとであとあとで見たらわかるんで。じゃあ次は22時からです。ありがとう皆さん見てくれて。うん、ではまた1時間後に会いましょう。私はその間にちょっとメールとかをちょっと書きます。バイバーイ。結構勝手に終わると思ってたけど勝手に終わらないんだった。バイバーイ。